はい、こんにちは。今回は2人の世界王者からフルボッコされた哀れなボクサーたちを紹介いたします。スーパーバンタム級、フェザー級、スーパーフェザー級で世界王座を獲得したマルコ・アントニオ・バレラは、童顔の暗殺者と呼ばれ、67勝のうち44もの KO 勝利を量産しました。バレラはデビューした1989年から7年間で43連勝したのですが、この頃は攻撃重視のスタイルで対戦相手をパワフルな連打でフルボッコしていたのです。元 WBA 世界バンタム級王者エディ・クックもバレラにめった打ちに遭い、バレラ戦を最後に引退しました。1995年3月に WBO 世界スーパーバンタム級王座を奪取したバレラは、1995年7月2度目の防衛戦にマウイ・ディアスを迎えました。27勝1敗のディアスは初回バレラの波状攻撃を受けてダウンを喫し、起き上がりましたが戦意を喪失し TKO 負けとなり、この試合を最後に引退しました。1992年12月 IBF 世界スーパーバンタム級王者のウェルカム・ニシタは7度目の防衛戦にケネディ・マッキニーを迎えました。王者ニシタはここまで32戦全勝で、元オリンピック金メダリストの挑戦者マッキニーも21勝1分けと無敗同士の戦いになりました。安定王者のニシタは序盤から接近戦で元金メダリストのテクニックを封じ、回転の速い連打で挑戦者を劣勢に立たせ、第5ラウンドにボディ攻撃から左フックをヒットさせ、マッキニーからダウンを奪いました。王者ニシタはさらに猛威を振るって攻め立て、試合を終わらせにかかりましたが、マッキニーはうまく防御し決定打を与えず、しぶとく粘って反撃をしたので、試合はどんどん白熱していきました。迎えた第11ラウンド、挑戦者マッキニーが起死回生の右カウンターを放ち、ダウンを奪い返しました。世界王座から陥落した1年6ヶ月後、 WBO 世界スーパーバンタム級王者マルコ・アントニオ・バレラに挑戦しました。当時バレラは39戦全勝と勢いに乗っており、バレラの連打が猛威を振るって第8ラウンドと第9ラウンドにダウンを奪われました。元世界王者のマッキニーは第10ラウンドと第11ラウンドに反撃を試み、ダウンを奪い返しましたが、第12ラウンドにダウンを2度奪われ、世界王座返り咲きに失敗しました。
ジェシー・ベネビデス。5度目の防衛戦でマッキニーを KO したバレラは、6度目の防衛戦で元 WBO 世界スーパーバンタム級王者ジェシー・ベナビデスを迎えました。世界王座返り咲きを狙うベナビデスはバレラ相手に果敢に打ち合いましたが、第3ラウンドに強烈な左ボディーブローをもらってダウンを喫しました。階級をフェザー級に上げたバレラは、2003年4月、元 WBC 世界フェザー級王者ケビン・ケリーと戦い、初回いきなりダウンを奪いました。当時のバレラはハメディア・モラレスを破っており、動画の暗殺者と呼ばれた攻撃重視のボクシングから攻防一旦へとモデルチェンジしておりましたが、攻撃力は健在で、第4ラウンドに右アッパーでこの試合2度目のダウンを奪いました。起き上がったケリーにバレラは得意の怒涛のラッシュを敢行してダウンを追加し、バレラの容赦のない攻撃にレフリーが見かね、第4ラウンドに試合を終焉させました。アマチュアで228勝5敗の戦績を残したオスカー・デラホーヤは、1992年11月にプロデビューしました。プロ入り後は高速連打を武器に6階級制覇を成し遂げたのですが、世界王者になる前から多くの対戦相手をフルボッコしました。デビューから1年3ヶ月で WBO 世界スーパーフェザー級王座を奪取したデラホーヤは、2階級目のライト級王座を狙って1994年7月ホルヘ・パイスと対戦しました。対戦相手のパイスは60戦以上のキャリアを誇り、フェザー級では統一世界王者として安定政権を築いていましたが、第2ラウンド、デラホーヤの連打をもらってダウンを喫し、意識を失いました。その後、スーパーライト級とウェルター級でも世界王座を奪取したデラホーヤは、シェーモズリーに敗れて世界王座から陥落し、2001年3月、激闘王アルツロ・ガーティと戦い、初回、タフなガッティから連打でダウンを奪いました。ダウンを喫したガッティは、打たれれば打たれるほど前に出てくるので、デラホーヤのコンビネーションパンチを浴び続けて、目から血が流れ、パンチが見えない状態になりながら戦い続けました。ガッティは普通なら倒れてもおかしくないほどパンチを被弾したのですが、タフで頑丈な上、サンダーと呼ばれるほど闘争心が旺盛で、デラホーヤの連打を耐え続けました。迎えた第5ラウンド、あまりにも被弾を続けたガッティを救うべく、ガッティのセコンドが危険を申し入れ、凄惨な試合は
終焉しました。デラホーヤはミドル級王座も奪取し、史上初の6階級制覇を達成しましたが、バーナード・ホプキンスに敗れ、世界王座から陥落し、2006年5月、WBC 世界スーパーウェター級王者、リカルド・マヨルガに挑戦しました。マヨルガは重くて強い左右のフックとアッパーを振ります強打のラフファイターで、勇猛果敢に打ち合いを挑んで相手を倒し、2階級を制覇しました。しかしテクニシャンのデラホーヤが相手では打ち合いができず、マヨルガは一方的に連打を浴び、第6ラウンドにこの試合2度目のダウンを奪われました。デラホーヤは立ち上がったマヨルガにさらにラッシュを浴びせ、連打が40発を超えたところでレフリーが試合をストップしました。